注目の一番人気13番マチカネフクキタル。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。3番人気はこの子です。成田大臣2番人気を紹介しましょう。当選上段、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、グランプリ馬娘マチカネフクキタル1番人気です。気合い十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは星雲スカイ2番12番、期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネフクキタル。さあ激しい先行争いで前に出たのは12番、激しい先頭争い、内から行く星雲スカイ、後から2番、ヨロマシンサースーパークリーク、当選上段、ペースが速い星雲スカイ、快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ、安心で飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは星雲スカイ、このままリードすることができるか。続いては2番、3番手に12番、1馬身離れてマチカネフクキタル。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭は依然星雲スカイ、2馬身リード。続きました2番、後から12番、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ14馬身、先頭星雲スカイ。レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いて2番、さらには12番、マチカネフクキタル、この位置につけています。1馬身離れて当選上段、それを見るように18番、後ろ回ってスーパークリーク、その後マンハッタンカフェ、少し離れてレーシングフラッシュ、その後からウィニングチケット、さらに5番、そして内目を突き出しては14番、外を通りまして17番、そのうち並んで10番、少し離れて7番、さらには15番、後方2番手に16番、成田大臣、最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。マチカネフクキタル、ここで抜け出した、互いに足を止めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。さあ抜け出した、2側の舞台はこれから坂がある。マチカネフクキタル、速い速い、もはや独走状態、マチカネフクキタル、先頭はマチカネフクキタル、これは強い、脚を切った、マチカネフクキタル、リードは9馬身、マチカネフクキタル、足色は衰えない、マチカネフクキタル、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。マチカネフクキタル、URA ファイナルズ予選を
注目の一番人気7番マチカネフクキタル。上空には灰色の空が広がる阪神レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。人気と実力を兼ね備えたナイスネイチャー、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。東海帝王、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、グランプリ馬娘マチカネフクキタル、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは14番、6番、16番、期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネフクキタル、花を奪っていったのは6番、14番、並びかけてきた14番と6番、2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭を行ったのは6番、さあ先頭に立ちました14番、早くも激しい競り合い。その後3、4馬身開いてマチカネフクキタル、4番手にメジロライアン、タマモクロス、内から行く。その後からハイキシャトル、外から外からアグネスターキオ。それを見るように東海帝王、その後ろから16番、内の方から13番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。先頭14番、レースはよどみなく進んでいます。続きました6番マチカネフクキタル、ここにいた。その外並んでアグネスターキオ、東海帝王続いている。さらにその内からはタマモクロス、そしてその外を回ってメジロライアン、それを見るようにハイキシャトル。少し離れて16番、少し後ろから13番、2馬身離れて11番、内から行く。ウォッカ、その外並んでナイスネイチャー、内を回って5番、後方2番手に1番、間もなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開、これは直線勝負になるか。じりじり詰める東海帝王、東海帝王ここで抜け出した。さあここから先頭を伺うのはアグネスタキオン。さあこれから坂、二川の舞台はこれから坂がある。マチカネフクキタル、一旦まくって上がってくる。マチカネフクキタル突っ込んでくる。マチカネフクキタル200を通過、熾烈なデッドヒート。並びかけてきたのはマチカネフクキタル。マチカネフクキタル完全に抜け出した。お見事、マチカネフクキタル100歳以上の強さを見せた、見事な勝利です。マチカネフクキタル URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと一つ、決勝へと駒を進めた。2着は東海帝王。注目の一番人気16、晴れ渡る空の下行われる中京レース場芝 2000URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエアグルーヴ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、スペシャルウィークスタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、
グランプリ馬娘松金福来たる1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。8番とエアグルーヴ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネ福来たる、8番会場に飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのは8番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はエアグルーヴ、15番3番手マヤのトップが4番手、1番追走、その外並んで4番10番並びかけてきた。すぐに続いてマチカネ福来たる、それを見るようにグラスワンダー内を回って2番、少し後ろからハッピーミーク、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、依然先頭は8番、続きましたエアグルー、1馬身離れて15番、少し離れて10番、1番追走、それを見るようにマヤのトップがマチカネ福来たる、並んでくる、その内並んでグラスワンダーハッピーミーク並んできた。さらにその内からは2番、それを見るようにダイワスカーレット、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、内から4番エルコンドルパッサー並びかけてきた。それを見るようにスペシャルウィーク、11番内から行く、1馬身離れて5番、後方2番手に13番、そして最後方17番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。マヤのトップがここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはエアグルーヴ、間近に来たる、そこで足に溜めています。後方まで400、最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップガン、抜け出したのはマヤのトップガン、だが後続も追いすがる。200を通過、マヤのトップガン苦しいけど粘っている。マチカネ福来たる並びかけてきた。マチカネ福来たる抜け出した。マチカネ福来たる差し切ってゴール、マチカネ福来たる URA ファイナルズ決勝制しました。今ここに優俊たちの頂点が誕生です。2着マヤのトップガン、3着はエルコンドルパーサー。Thank you.